はい、皆さんこんにちは。本日はですね、この今ですね、Amazon さんで新生活セールファイナルというですね、まあセールがやっておりまして、まああのいろいろとこうお安くなってるんですけど、私がいいなと思ったものですね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、普段はカメラですね、写真や動画と楽しんでおりますので、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日はなんですけど、この後パソコンの画面に移って、まあAmazonさんでですね、今いいなと思ったものですね、タイムセールを含めてっていう感じでいいなと思ったものをお伝えしていきたいと思います。まあポイントのですね、キャッシュバックが大きめなので、それを理由にこのAmazonさんで購入するというのも手だなというのを大きな枠でですね、一つ考えていただければなと思うわけなんですね。まあこの皆さんがこうありきたりに言っているものというのはですね、あんまり面白くないなと思って、あんまり言われていないから、まあ言われているものも含まれてしまうかもしれないんですけど、その中でもですね、私が使ってみてこれいいですよと思ったものをですね、メインでお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、それでですね、この後パソコンの画面の方に移りたいと思います。はい、ということでですね、こちらパソコンの画面の方に移りまして、この新生活ファイナルということで、4月2日の23時59分まで開催ということですね。まあこの Fire TV Stick シリーズとかも安くてとてもいいと思うんですが、こういうものではなく、私がですね、こうちょっと使ってみてですね、他の方がですね、あまり言っていないものっていうのをですね、集められるといいなと思ってちょっと探してみたものたちになります。はい、ということでですね、普段この私がですね、使用しているタブレットになります。レノボタブ P11 Proセカンドジェンということでですね。まあ、新しいですね、このレノボさんが出したタブレット。で、これなんですけど、私購入いたしました。というのもですね、これの、まあ、中国バージョンって言ったらいいのかな、アリエクスプレスで先日購入いたしました、シャオシンパッドプロというですね、まあ、2022年のモデルを購入して、全く同じスペックのものを使っています。ただ、こちらの方が高いという理由が、なぜかというところなんですけど、OS のアップデート、セキュリティのアップデートってところにしっかりと対応している、グローバルロムではないというところなんですね。まあ、というところで、使ってみてですね、実際ものすごく使い心地のいいタブレットなんですよ。というところで皆さんにこうお勧めしたいなと思いました。今回特選タイムセールということでマイナス 24%、 62,480円。これ実はなんですけどね、公式のですね、ホームページで買った方がちょっと安いんですよ。確か6万円ちょっとだったと思います。なので2000円ぐらい安いんですけど、まあこれがですね、今回のそのタイムセールにキャッシュバック、ポイントバックですね、ありまして、そういったところがこれ加味するとですね、だいぶお得になるんじゃないかな。まあ買うよっていうので探していた方にはいい選択肢になるんじゃないかなというところですね。で、これ合わせてなんですけど、NEC さんがですね、タブレットを出してるんですけど、そちらのキーボードとですね、背面カバーというのをですね、合わせて使うと、JIS キーボードでちゃんとですね、ブックタイプにですね、付けられるカバーがありまして、そちらを合わせて使うとですね、とてもいい感じに使えるタブレットになってるんですね。こちら LTE モデルがあったらですね、なお良かったんですけど、まあ Wi-Fi とこの iPhone 等のその他スマートフォンでテザリングすればいいかなというところで、外出時の仕事等にもこうサクサクと使用できるんじゃないかなというところが、とても便利だと私は感じておりますので、しっかりと使いたいなということで、しっかりとしたモデルって言ったらおかしいんですけど、この国内でもしっかりと対応しているモデルに買い替えました。で、この後ですね、相当にいろんなタブレットと始末しようと思ってるんですよ。まあ売ってですね、今後新しいものを買っていくというところを楽しんでいきたいなというところで、今回こういう選択をいたしました。まあこのですね、 11.2 インチの 6GB、 128GB、 これメモリですね、メモリとストレージになるんですが、このメディアテックさんのコンパニオ 1300T というですね、この SOC 化が、まあ、搭載されているモデルです。こちらが 62,480円。すごくハイスペックというわけではないんですが、とても画面が綺麗で、とても音質が良くてですね、すべてにおいて、まあ、バランスよく使えるモデルというふうに捉えていただければと思います。この中華タブだとですね、この、まあ、いろんな動画のですね、視聴の解像度が制限されていたりだとか、本当にアップデートされていくのかなとかっていうところが不安なところっていうのもあると思うんです。というのがですね、しっかりとした、ある程度こう、しっかりとしたメーカー、まあ、NEC さんにもこう、OEM として提供されてるぐらいなので、しっかりとしたタブレットというところで、おすすめのモデルだなっていうふうに思いましたね。で、ちなみになんですけど、Amazonさんの方でも、直近ではですね、だいぶお安くなっておりますというところです。はい、一つ目はですね、こちらタブレットですね、ご紹介させていただきまして、はい、続きましてこちらになります。これですね、サンイーストさんの SSD4TB の内蔵 2.5 インチのモデルになってますね。これ前はですね、こう、
お伝えさせていただいた直後ぐらいにですね、在庫がなくなってしまって一回買えなくなったっていう、まあ、あの経緯があったんですけど、今回もですね、こうちゃんとタイムセールしております。まあ、8% のセールなんですけど、この 23,980 円で 4TB、 これはなんですけど 2TB を2個買った方が多分安いんですね。ただなぜこれをおすすめするかっていうと、やっぱり一つのストレージに 4TB をまとめて収納できるというところで、特に私たちみたいにこう動画をですね扱ってる人たちには、高速にやり取りのできる直近のストレージとして使う分にものすごくいいと思うんですよ。バックアップ用というよりは中間ぐらいかなってイメージですね。本格的なバックアップの手前ぐらいに1個置いておいて運用するとですね、都合がいいというところです。で、ちょこっと前にですね、そのメモリーの性能、まあ、あの品質というところで、このサンインストさんちょっと問題になったっていう記事があったと思うんですが、そちらはですね、私使っていて、このサンインストさんの SSD メモリーカード、まあ、あの SSD、 あのパソコンの内蔵の M.2 のですね、 SSD の方にもサンインストさん使ってるんですけど、一切ですね問題は起きていないので、まあちょっとそのタイミングだとか時期とかにもよったりだとかするのかなというところ、それが不安だったらですね、やっぱりもっとちゃんとしたメーカーの価格は上がってしまうんですけど、買われた方がいいのかなと思うんですが、私は特に問題が起きていないというところでですね、おすすめで伝えさせていただいております。はい、で続きまして、こちらもですね、サンイーストさんの、SD カードになっております。で、こちらがですね 30% のオフということで、とても大きいですね。8980円で、こちらですね、256GB の UHS-II のビデオクラス60のですね、メモリーカードになっております。まあ、これぐらいの性能だったらですね、普段使いだったらほぼ問題ならないだろうなという感じです。もちろんですね、このさらに上の容量のこの 512GB のモデルっていうのはマイナス 35% でさらにお安いです。で、これ 512GB で 280MB 毎秒ということでですね、とてもいい選択だと思うんですけど、ここで一つ注意した方がいいのが、大容量のですね SSD を購入するっていうのもいいとは思うんです。ただなんですけど、あの大容量の SSD いっぱいになるまでデータを保存してしまって、それを紛失したり破損してしまったりだとか、まあそれこそですね、静電気等でダメになってしまった場合っていうのは、あの紛失してしまうデータの量もその分大きいんですよ。というところでですね、まあ、こまめに使っていく、かつ安心だよねっていうバランスがいいのが、最近では 128GB より 256GB かなというところで、私この今回は 256GB お話しさせていただきました。もちろんこの 512GB っていうのもとてもいいと思うので、まあ、一つ情報としてですね、見ていただければなと思いますね。はい、ここはですね、このサンイーストさんの製品が続きます。今回ですね、 2TB のこの、Gen4×4 のですね、5000MB 毎秒のこの SSD 2TB のモデルになってます。こちらがですね 2TB で 12,980 円、これもですね結構お買い得なモデルだと思います。 28% ということでですね、まあ、自作 PC 含めてですね、 M.2 のですね、この外部 SSD をこの外付けのケースにつけて高速のストレージとして利用している方もいらっしゃるみたいなんで、そういった用途にとってもいいんじゃないかなというモデルのこの次になるんですが、さらに上位のモデルがあります。こちらなんですけど、 7000MB 毎秒の、読み込み速度っていうところで、私がですねこの Windows 機の方で使っている SSD になっております。こちらが 2TB で 16,980 円、 4TB になるとですね、セールもかかっておらず、さらに高くてちょっとですね割が合わない 2TB、 このバランスいいなというところで 16,980 円っていうのが、まあこのタイムセールのですね割合で言うとマイナス 15% とあまり大きくはないんですが、性能がとてもいいというところですね、本日ですねこのようにご紹介させていただきました。まあ実際にですね、実測の数値で見てもこの 7000MB 毎秒近いですね数値というのは出てます。時々超えるけど時々落ちるぐらいの中央値がこの 7000MB 毎秒ぐらいかなって感じですね。ということで、とっても性能よく快適に使えておりますので、ご紹介させていただきました。そしてですね、こうパソコン関係というところでちょっと続きます。このですね、あのアマゾンさんのブランドですね、のこのディスプレイアームですね。ただこれガス圧式のモデルです。というのが 26% もタイムセールになっておりまして、3999円と4000円切っております。で、このガス圧式でこの上下にですね、角度調整ができるモデルというのはですね、私もこう毎日パソコンの前に座って作業しておりますが、結構ですね、この角度とかちょっと変えたいなとかいう時があるんですよ。という時にですね、とってもいいモデルだと思います。で、シングルディスプレイでですね、こう1個の画面でパソコンを使用されている方たちにはこのモデルでいいと思うんですが、そちらのですね、この2アームバージョンがありまして、そちらもこのタイムセールかかっております。で、こちら2アームなんですけど、5999円ということで、まあ、あのディスプレイを2個、ないしですね、ディスプレイアームを使って
パソコンを持ち上げたりとかですね、小物置きだとか、それこそカメラですね。それこそですね、カメラですね、ミラーレスとこちらに固定して、動画を撮影してらっしゃる方とかもいらっしゃるわけなんです。というですね、使い方にこの2アームっていうのですね、とっても便利だと思うんです。というような使い方にいかがでしょうというところで本日ですね、ちょっとご紹介させていただきました。結構ですね、この5999円でこのガス圧式のアームってのは安いなと私が以前からですね欲しかったというベースで見ていると安くなったなというイメージですね。で続きましてですね、できるだけコンパクトかつ一度形を決めたらあんまり変えたくないなって場合は、このシングルアームのですね、ただ単純にこうアームのディスプレイを固定できる、ベサで固定できるだけのアームというのもあります。こちら2160円と、こうとってもお買い得なモデルになっていて、一度ここで決めたら動かさないよって方にはですね、このモデルでいいのかなっていうふうに思いました。そしてですね、その付加情報としてお伝えしたいのが、アームを買った時にですね、私ぜひ絶対ですねこれ使った方がいいんじゃないかなというものが、モニターアーム補強プレートなんです。これですね、使っておくことによってテーブルがですね、やはり大きなモニターとかを装着して、使用していると、その力っていうのはずっとこうかかり続けるので、合板等でできている割とですねしっかりしてないテーブル等だと形歪んじゃうんですよ。またですね、こう振動が大きくなったりとか、下手すると割れてしまうとか、そういうパターンとかもあると思うんです。というのをですね、大きく予防できるのがこのモニターアーム補強プレートだと思うんですね。というモデルをこうちょっといくつかですねピックアップして、こちらは私がいつも使っている片側がこうコンパクトで、もう片方がこうしっかりと大きな面になっていて、それのですね使い方をですね、その用途に応じて変えられるモデルになっております。このですね、上面の方にですね、このように大きなプレートを持ってきて、下の面にですねコンパクトな方を持ってくる、そしてその逆パターンということで、そのテーブルのですね形等に応じてですね変えることができる便利なモデルになっております。でまた合わせですね、こちらは Amazon さんのブランドになっておりますけど、こちらも同じようなもの。ただこれは両面ともですね、こうしっかりとしたプレートになっているようですね。先ほどのと比べるとっていった表現なのかな。なので、この形、本当に用途ですよね。というところに合うか合わないかで選んでいただければなと思いますね。そしてこちらはお安いなというところでこう選んだモデル。1162円ということでですね。この気軽に使いたい場合にはこれぐらいのモデルでもいいのかな。ただですね、そのあんまり価格差ないので、この辺は好みで選んでしまえばいいのかなと思いますね。で、続きまして、今度はポータブル電源になっております。こちらですね、そのメーカー名 EENOUR、ちょっと読み方わからなくて申し訳ないんですが、P200 というモデルですね、54,000mAh、200Wh ということでですね、しっかりとした容量があります。これがですね、いいなと思った理由っていうのは、もちろんそのこのようなですね、外部に持っていくバッテリー電源としてもとてもいいと思います。ただなんですけど、ここですね、防災グッズというところで、やっぱりですね、いろいろとこう防災にもですね、意識向けていかなきゃなというところで、もしかしたら結構必須なものになるかもしれないというところでですね、この 15,980円ぐらいであれば、いろいろとですね、そのバッテリー以外にも用途として使えるわけですね。このコンセントにも使えるとか、あとはその長時間照明を取ったりだとかっていうのができるというところで、入門的なモデルにはなると思うんですけど、この 15,980円というのは悪くないと思いました。それプラスなんですけど、やはりカメラ、我々はこう動画撮ったりとか写真撮ったりとかっていう時に、照明とかですね、電源のスポットみたいな感じで使うと結構便利なんですよ。私もこれで使ってます。どっか例えばなんですけど、屋外でですね長時間撮影したいなって言った時に、こういったモデルを1個持っておくとですね、ライトも照らしながら、あのカメラの方にも電源を供給しながら、それ以外のものにもこう電源を供給しながら使うことができるという使い方もありなわけですね。ということでおすすめさせていただきます。そしてですね、この後はこの私の大好きなメーカー、ウランジさんの製品になってきます。こちらですね、ウランジさんのガジェットポーチということで、これをですね、私2つ持ってるんですけど、2つともですね、とても便利に使っております。結構ですね、材質的に可もなく不可もなくというところがありまして、悪いところがなく、これもう少しですね、こう柔らかい素材だったらいいなとかっていうぐらいの感じで、特に本当悪いこともなくですね、便利に使えております。そして前、こちらのですね、製品を紹介した時にお話しした通り、ピークデザインさんのですね、こういったポーチっていうのが結構横幅が大きくてですね、コンパクトなカバン等にはあまり合わないんですよ。こちらのモデルでですね、そのコンパクトというのが結構大きな違いでございまして、またですね、こう取っ手、小さいですけど取っ手がついている。で、ショルダーストロープとかをつけることによって、こう小さいですね、本当カバンとしても使えるみたいな感じのですね、機能がありまして、それが2064円ということで、コンパクトに荷物をまとめて持ち運びをしたいなっていう時に向いている製品でございますね。2064円ってことでですね、結構おすすめなモデルになっております。
そしてこちらですね、ウランジさんのクイックシューということで、これはもうとってもおすすめのモデルになっていますね。普段使いにもいいと思いますし、それこそですね、こう自撮り棒とかに装着して、まあその自撮り棒に簡単にですね、着脱できるようなモデルとして使うっていうことができます。そしてですね、このプレートの方がアルカスイス互換の規格になっておりまして、その他三脚でも使用できる。で、まあこの後ちょっとご紹介させていただくんですけど、0Y ですね、あちらの三脚、カーボン三脚にですね、そのアタッチメントを装着することによって、本当に気軽に三脚にカメラを装着することができるようになるモデルです。で、今回のタイムセールですね、まあちょっと調べたんですけど、このクイックシュー以外はですね、まあタイムセールかかっていなかったので、その他にもこう便利なモデルっていうのは結構いろいろあるので、まあぜひですね、この F38 というモデルなんですが、こちらのクイックシューっていうのをですね、覚えておいていただいて、ご自身のですね、カメラワークに使っていただければなと思うわけですね。で、先ほどですね、ちょっとお話もしましたけど、このウランジさんの 0Y カメラ三脚、カーボン三脚ということですね、こちらのモデルもタイムセールかかっております。31,110円ということでですね、とてもお安くなっております。この機能がですね、とてもいいんですよ。こう使っていてですね、本当使いやすい三脚だなと私は思っております。このですね、アルカスイス互換のプレートの部分もそうですし、このですね、雲台がですね、とても調整しやすいですね。で、それ以外の作りというのも、しっかりと 156.7cm まで伸ばせたりとかですね、アジャスター、バックル、あとはですね、このセンターポールの調整のレバーとかっていうのもしっかりとしておりまして、すべてですね、この金属、すべてというかこの構成の部分では金属もしくはカーボンというところで、しっかりこのガチッとしたですね、操作感というのがですね、とても好印象です。それ以外にもですね、この4分の1延長ネジということでですね、こうスマートフォンと装着したり、まあライトとかでもいいですね、いろいろ便利に装着したりすることもできます。で、この倒立撮影モード、ローアングル撮影モードとかですね、取り外し可能なセンターポールというところのこのパーツを入れ替えてですね、 F38 のクイックリリース中に交換したりだとか、このポールごと交換してですね、通常の三脚のネジですね、8分の3もしくは4分の1かな、ネジに交換することができるというモデルになっております。一本ですね、ちょっと使い心地のいいですね、軽めな三脚が欲しいって方にはですね、この製品は本当間違いがないと思いますね。はい、そしてですね、こちらも私がよく使っておりますものの一つ、Insta360X3 のですね、互換バッテリーと充電器というところで、こちらですね、その純正品ではないというところで、こう結構不安な方もいらっしゃると思うんですけど、これでいいやって思われる方にはですね、スペアのバッテリープラス純正のバッテリーを本番で使うような感じのイメージで、充電器の方は私今まで使っていて、特にですね、困った、なんかこう発熱異様にするなとかっていうところもなく、快適に使えております。こちらですね、私も使用して、まあ間違いなく今まで使えているというものでですね、ご紹介をさせていただこうと思いました。このような感じですね、3本までですね、バッテリーを充電することができます。で、こういったものが付属していますというところで、間違いのない製品だと私は思っておりますね。Insta360X3 をお持ちの方は、1個持っておいても損はないんじゃないかなと思います。そしてですね、ここはちょっと話が変わってしまうんですが、私が普段ですね、この動画の編集もしくはデスクワークをしているときに、サイドテーブル欲しいなってずっと思ってたんですよ。ただですね、サイドテーブルっていうのは1個置くだけだったら結構ワゴンだとか選択肢だとかって結構あるんですが、実際ですね、その問題としてあるのが、サイズ感だったり、このキャスターのあるなしとか、まあ、あとは価格とかっていうところがあるんですけど、今回タイムセールでですね、こちら3,539円ということですね、ここにドリンクホルダーでもつけてですね、パソコンの横に置いてですね、使用しようかなと思っております。で、この上下で分かれているというところで、まあ、ゴミ箱を置いたりとか、ティッシュを置いたりとかしてもですね、結構目立たなくなっていいんじゃないかなと思いましたね。まあ、こちらも購入いたしました。結構ですね、こうサイドテーブルとかあると便利なのでですね、おすすめさせていただきます。そして、先ほどのサイドテーブルと合わせて購入したのはですね、こちらのドリンクホルダーになってますね。で、ドリンクホルダーっていろんなですね、こう選択肢あるんですよ。ただこちらをなぜ選んだかっていうと、このペンケースですね、ペンケースが便利だなと思ったっていうだけです。それプラスこのですね、実はこのも似たような格好のドリンクホルダーいっぱいあったんですけど、その中のモデルでもですね、この 20% オフのクーポンがあって、2280円ってことで、クーポンを適用した後は結構お安めのモデルになってるんですね。まあ、なのでこちらちょっと気軽な気分です。使ってみて合わなかったらですね、買い替えればいいやって思ってるのと、まあ、あとはですね、このようにクランプでですね、しっかりと固定できるのもいいなというふうに考えておりますね。やっぱりしっかり固定できてないと、飲み物とか置いてですね、パソコンの方に倒れてきたりしたらもうほんと最悪なんで、その辺ですね、ちょっとしっかりしたものを選ばれる方がいいんじゃないかなというふうに思っております。
はい、ということでですね、今回はこのようにアマゾンさんのですね製品でいいなと思ったものたちというのをですね改めてお伝えさせていただきました。他にももちろんこのプログレードデジタルさんの SD カードが安くなっているとか Kindle シリーズとかですね、本当おすすめのモデルっていっぱいあるんですけど、ちょこっとだけですね視点をずらして私が使ってみていいなと思ったものたちをですねお話しさせていただく、買ってみた、あの興味があったとか使ってみたいなと思ったものたちをご紹介させていただいたという本日の動画になっておりました。はい、ということでですね、こちらのチャンネルで普段ですねカメラですね、写真や動画等を楽しんでおります。他アクションカムやオールドレンズやドローン、他ガジェット等を楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、私の励みになりますのでグッドボタンですねいただけると嬉しく思いますし、ベルのマークを押していただいて通知をですね受け取っていただくと嬉しく思います。そしてですねコメント等で仲良く私にコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。まあこのですねセールっていうたびにですね、私こういろいろと買ってしまって、まあちょっと無駄遣いなのかなと思うんですけど、その無駄遣いを楽しむっていうのもですね、まあ一興だなとは思うので、家族と合わせですね便利な生活というところで物を増やしすぎないように気をつけながら、いろいろと便利になっていくといいなという、ちょっと自分に言い聞かせて購入してみましたというお話を本日はさせていただきました。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは本日は失礼いたします。バイバーイ。